NVIDIA Shield Portable は NVIDIA が開発した携帯型ゲーム機。Android を搭載している。2013年1月7日に CES にて発表された。当初の名称はプロジェクトシールドであったが、正式名称として2013年5月14日にシールドと解消され、同年7月31日北米で発売された。2014年7月22日。 シールドタブレットの発表に伴い、シールドポータブルに解消された。2013年1月に発表されたプロトタイプは、Xbox 360用コントローラーに似た、形状の本体にフリップアップ式5インチタッチスクリーンディスプレイが備わっている。画面解像度は1280-720ピクセル。Google プレイや NVIDIA 運営のテグラゾーンを利用する。 NVIDIA の対応グラフィックカード搭載 PC 上で動作する Windows 用ゲームのリモートプレイが可能である。対応 GPU については、NVIDIA GForce e GTX650 以上が必要とされる。NVIDIA の CEO であるジェンスン・ファンによれば、シールドとは汎用デバイスの進化に伴い、ビデオゲームのビジネスモデルが旧来のクローズドなものから、 オープンなものに変化しつつある情勢に対応したアンドロイドデバイスであるという。そして我々がシールドで提供しようとしているのはもっとアンドロイドゲームを楽しめるようにすることだ。発想の基本が違うので NVIDIA はゲーム機メーカーとは全く競合していないと発売前に述べている。同時にゲーム機のライフサイクルとは異なり、テグラのバージョンアップ。しかし、 2014年1月、NVIDIA は、テグラ4の後継ソックであるテグラ K1 を発表したが、本機のバージョンアップモデルは発表されなかった。その後、2014年7月、テグラ K1 を搭載し、コントローラーを無線式として分離したタブレット型のシールドタブレットが発表された。その際に、本機はシールドポータブルに解消された。なお、シールドタブレットは、 シールドポータブルとは異なり、日本国内での発売が発表された。ありがとうございます。